選手今年トカチのスカイアースには、入団された。その前がビアティンで、その前が、鈴鹿。まあ、JFL とか昇格とか、この地域シエルの昇格とか、そういうシーンもすでに立ち会ってる、まあ、選手なわけですけれども、はい、今回、まあ、3試合、トカチの選手としては初めての、地域シエル、栃木ラウンドで戦ってみて、いかがでした？そうですね、まず、まあ、久しぶりに北海道帰ってきて、サッカーできて、まあその中で、まあスカイアースの目標であった、このまず地域チャンピオンズリーグに出るっていう目標を達成できたことはまず良かったかなと思っています。でまあ1次ラウンドに関しては、本当に過去のスカイアースの歴史を見てみると、こう一勝できるのがやっとという、まだそれぐらいのレベルだったのが、まあ、今年に入って2勝できて決勝ラウンドまで行けたっていう意味では、まあ、ものすごく、ありがたいというか嬉しいことでもありましたし、本当にやっとスタートライン立ったなっていうのが今の気持ちです、はい、なかなかその十勝の、まあ、クラブ史上初めての、決勝ラウンドっていうところももちろんありますけれども、北海道勢としても、はい、久しぶりの決勝ラウンド、北海道で生まれ育った岸選手にとって北海道勢としての、まあ、突破っていうのはどんなお気持ちでしょうか？そうですね、やっぱり僕久しぶりに北海道帰ってきまして、うん、でまあ、その一つの理由が、まあ、北海道を盛り上げたいということで、まあ、サッカーを通じて盛り上げようという自分の中で思って帰ってきたっていうのも一つあったので、うんうん、そういった意味では少しでも盛り上がる、ことが盛り上げられることができているのかなと思ってます、うん、そういう北海道勢としてこの、まあ、1次ラウンドを見返したというか結果出せたっていうのはやっぱ北海道のサッカー人としても思うところはありますか？そうですね、やっぱり今までの北海道はそういう今言ってもらってこうことがやっぱ本当にみんな思っていることで、うん、の位置づけだったと思うんですけど、まあ、今回の1次ラウンドで、まあ、覆したといいますか、北海道もレベルも上がってきてるんだぞっていうのを証明できた1次ラウンドだったのかなと思います、はい、まず初戦の、ラランジャ戦ですか、あそこを勝てたのが、まあ、初戦勝てたっていうのが非常に本当に大きいと思うんですけれども、そこをまず初戦振り返ってみていかがでした？そうですね、やっぱりまあ、過去の僕が鈴鹿いた時代にも、まあ、経験させてもらいましたけど、やっぱ初戦勝つか引き分け、まあ、あるいは負けかでは本当にその後の、状況はだいぶ変わってくるので、初戦にかける意気込みっていうのはかなりあったので、その中で勝てたのはすっごい大きなことでしたね、はい、あの初戦ものにした時のチームの雰囲気いかがでした？そうですね、やっぱりみんなもう絶対勝ってやろうっていう気持ちが今まで今年に関しては一番あったと思いますし、まあいざね1対0で勝ってやっぱりさらに士気も上がりましたし、こうさらにこう決勝ラウンド行ってやろうっていう思いがより一層強まったのかなと思います、まあ、迎えたその次の日の栃木戦、あの試合、まあ、2戦目を落とした、1戦目取った中で2戦目を落とした1勝1敗、その時はいかがでした？そうですね、やっぱり栃木さんもかなり手強い相手っていうのは、まあ、分析して分かってましたし、まあ、その中でもやっぱりこう自分たちが通用する部分もあったと思いますので、まあこう結果は出なかったですけど、悲観することなく、もうすぐ次に切り替えて、3戦目勝てばっていう状況だったので、しっかり切り替えることはできてました。うん、1勝1敗同士の最後3戦目は、弘前との対戦でしたよね。あそこの決戦、はい、決戦も絶対勝つぞっていうところは。そうですね、こう高い上の結果を見てても、まだまだこう、滑り込みではありましたけど、まあ、いける可能性っていうのは、勝てば、
残ってるっていうのは分かってたので、やっぱりあの一戦にかける思いっていうのはかなり強かったと思います。はい、あ、1対1でハーフタイムで、その時はチーム内どういう声掛けいたしました？やっぱりこうセットプレーでね、こう失点した後少しちょっと嫌な雰囲気も出たんですけど、やっぱりもうそこを言っても意味がなかったので、もう本当にとにかく切り替えて、もう本当に次の1点が鍵になるってみんなで話し合っていたので、まあ、こう2点3点取れたっていうのはすごい良かったかなと思います。貫いて貫いて、やはり2点目が転がり込んできたっていう部分もあるじゃないですか。はい、そうです。やっぱそこはやり続けて、まあ、自分たちのサッカーっていうか貫けた感じはありました。そうですね、こう当初ね、北海道リーグでやってた僕たちのサッカーっていうものは、まあ全国大会ではなかなか出せてはなかったんですけど、やっぱ勝ちにこだわる戦い方はできたと思いますので、まあそういった意味ではすごい良かったのかなと思います。まあ、その北海道勢とかがかなり全国大会を戦う上で難しいのは、やはりちょっと、まあ、同リーグのでやってる試合運びと全国大会でやる試合運びが全然違ってくるっていうところ、まず同リーグで全然あんまり経験できないっていうところがあると思うんですけども、そのあたりは、まあ、全国大会あたりに向かって、まあ、それでも戦えたっていうところはどんなところが大きいですか？そうですね、やっぱりまあ北海道に限らず他の地域でもまああることなのかなとは思うんですけども、こうやっぱり関東関西の強豪チームはやっぱり環境を含めてこう僕たちとまた異なる状況だと思いますし、全国でこう戦っていけるっていうことを証明するっていう意味では、まあ、かなり難しかったんですけども、その一つのこう要因として、まあ、最後ああいうふうに勝てたのは、1次ラウンドを始まる前に、北海道コンサドーレ札幌さんと練習試合させてもらって、こうかなり高いレベルの中でゲームができたっていうのは一つの大きなことだったのかなと思います。はい、その札幌と練習試合やった時に、やっぱそこはやれるっていう手応えはチームの中で、はい、そうですね。まあ、北海道リーグではある程度自分たちがこう、ボール持てる状況っていうのが多かったんですけど、やっぱコンサドーレと練習試合したときに、まあ、かなりの支配率で相手が上回ってる状況で、どういうふうに戦っていくかっていうのを、やっぱり、改めてみんなで共有できたのはすごい良かったのかなと思います。3戦目は3対1で勝利することができて、まあ、勝ち点6、2。で、そこは決まったけれど、まだ3試合目が終わった時点では、ね、まだ決まってなかったじゃないですか。はい。で、その後、移動中ですよね。他の試合の2試合目が行われたのって。あ、そうです。それもみんな気にしてました。そうですね。みんなバスの中で、リアルタイムでチェックしてて、応援してました、ね。ちょうど僕あの時淡路島にいまして、はい、徳島福井のカメラを回してたんですよ。十勝側はどういう気持ちでこれ見てるのかなと思いながら。まあ、他力ではあったんですけど、やっぱ自分たちが行ける可能性がどん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 高まってくるにつれて、うん、やっぱりみんなもざわつき始めたといいますか、こうかなりテンションが上がっていく一方でした、ね、うん、はい。もう今やることはやりましたからね、その前にね。こうそうですね。もうこれでいけなかったらもう、しょうがないなっていうのも、みんなで話し合っていたので、うん、本当にいけてよかったなと思ってます。あの試合も、あっちの徳島の試合も最後、まあ、1-0 でザーっていって、で、後半にも決定的なガナハさんのゴールが決まるわけですけど。はい。おーって、これで決まったぞって。その前、バスの中で、ガナハさんがヘッドで決めた時はもう、みんな、ガッツポーズしましたね。まあ、実際、まあ、ちょっと1日とか、まあ、もう1週間、勝ったところから経ちましたけど、改めて1次ラウンドを振り返って。まあ、初戦勝てて、こう、チームが全国でもやれるんだぞっていうのを証明できて、まあ、その中で2戦目、こう、落としてしまったところで、こう、やっぱり、改めて、こう、この、地域チャンピオンズリーグは、本当に、こう、メンタルの部分といいますか、
気持ちの部分でかなり大きなウェイトを占める大会だなっていうのを改めて感じさせてもらえる大会でしたね。はい。あの、1次ラウンドを経験した選手は、まあ、去年もチームもこの大会出てるので、1次ラウンドを経験した選手っていうのは、ま、何人もいらっしゃると思うんですけども、はい、この、まあ、決勝ラウンドを経験した選手ってなかなかいないと思う。決勝ラウンドを知る者としてチームに声掛けとか、こういう気持ちで取り組んでほしいとかってまあ、ありますか？初戦がかなり大事になってくると思いますので、うん、まずは初戦、しっかり結果を出して、うん、2戦目、3戦目と、うん、こう勢いに乗れるように、うん、みんなでやっていきたいと思ってます。岸選手も鈴鹿の時に1回昇格経験されてて、はい、やっぱその時この地域シェル勝ち抜いて昇格するっていうところに向けて、なんか何があったから勝てたんだとか、勝因っていうのは。僕が2017年に鈴鹿に来て、東海リーグ優勝して、まあ、初めて、僕自身初めて、こう、地決に出た時は1次ラウンドで敗退したんですけど、まあ、その時と比べて、やっぱりこう、チームの雰囲気ですね。やっぱり少し違ったのかなと思います。やっぱり昇格するチームは本当に、まあ、選手でしか味わえないかもしれないですけど、こうすごいこう昇格するにふさわしい雰囲気といいますか、そういうのは出てたんじゃないかなと思います。はい、昇格の経験して、まあ、チームは変わりましたけど、選手自身も JFL で、ね、はい、プレーしたっていうところで、どうですかその JFL、地域リーグと JFL の、まあ、違いというか。そうですね。やっぱ、地域リーグは、こう、少しレベルの差といいますか、そこがちょっと、開きすぎちゃうリーグではあると思うんですけど、うん、やっぱ JFL は、どのチームと勝負しても、こう、そんなにレベルの差はなくて、うん、僕が思ってた以上に、こう、ハイレベルな試合展開が、毎試合続いてるなっていう印象ですね。うんうん、まあ、チームとして、あの、こういうところが発揮できれば、あの舞台にたどり着けるっていうのを今思ってることはありますか？ここまで来たら本当に相手どうこうではなく、まあ、自分たちの気持ちであったり、今まで自分たちが準備してきたことをどれだけ出せるかだと思ってるので、まあ、こう、ベクトルを自分たちに向けて、こう、1分1秒、こう隙を作らず戦っていきたいなと思ってます。木曜日に1アルラウンド始まりますが、まあ、このチームとして初めて北海道勢としても久しぶり、というところになります。岸選手としてもまあ久しぶりの地域 CL というところになりますが、改めて意気込み、いかがでしょうか？はい、まあ、今年このコロナの影響で、まあ、北海道リーグ自体もちょっと危うい中で、まあ、なんとかこう勝ち上がって、まあ、全国大会に出れたわけですけど、本当に決勝ラウンド行くチームは本当全国で4チームしかなくて、まあ、今後、スカイアースが決勝リーグに上がれるかどうかも本当にわからないぐらい過酷な大会だったので、で、その中でしっかりこう、勝ち取ることができたっていうのは、やっぱり、もう昇格、するしかないと思ってますので、今年やってきたことを無駄にすることなく、そして、僕も働いてるんですけど、こう、働いてるあの職場の皆さんですとか、家族だったり、ファンサポーターの皆さんが、こう、北海道ですごく応援してくれてるのは伝わってたので、まあ、その人たちのためにも、しっかり昇格して、来年 JFL でように決勝です。はい、今回ワイルドカードチャレンジャーとしての出場になりますが、その点はいかがですか？そうですね、相手は本当に申し分ない、ね、関東関西東海リーグのチャンピオンってことで、本当にもうチャレンジャーだと思ってますし、まあでもサッカーは本当にやってみないとわからない競技でもあると思っているので、しっかり、まずは初戦1勝できるように頑張っていきたいと思います。はい。